どうも、劇団一撃屋の、座長の大熊です。10月の28、29、30、31と、シアトリカルオーテインという場所で一人鬼という作品をやります。そこの、出てくださるゲストさんを順番に紹介する企画、このゲストリレー第8弾、今回のゲストは石原翔一さんです。どうも。いや、喋ってください、喋ってください。いや、あの、ノンバーバルで、そうなんですけど、ね、これノンバーバルでしょ。これは、ね、この動画はアリバーバル。アリバーバルね、はい、バーバルね、これバーバル、あ、これバーバルね、はい、あ、よかったよかった。そうなんですよ。どうやろうかなと思う。サイレントムービーみたいなのあるんで。そうですよね。ちょっとキートンとそうです、バサキートンチャップリンみたいになっちゃうんで、ね、なりますけどね。いやいやいや、まあバスも通りましたけど。そうなんですよ。いや、まあ、今日もこの、はい、角間の街角でいいですね、はい、もう人知れずゲリラ集団ですよね。はい、もう石原さんはですね、はい、2回目、そうですね、あのゲストも含めると、そう、あ、そうか、だから、ね、日替わりゲスト含めるともう3回目あ、今回だね、4回目、そうそうそう、ね、え、4回目あ、4回じゃないか、え、だって6人のやつで僕は補定をやって、はい、で、布袋対江頭という夢の共演ができて、すごかったですね。すごかったですよ。あの、スリルを僕が引いて、僕がやるっていう、奇跡のコラボです。あれすごかった。実現したら素晴らしいことを僕たちが、朝日区でやりました、ね。やりましたね、大阪市で。で、去年のゴールドバンバーでしょ。そうです、そうです、そうです。で、今回3回目。そうか、3回目か。もっとやってる印象がなぜか。いやー、嬉しいですね。そう、誰か錯覚なんでしょうね。どこかに僕がサブリンガル出してもらってたかもしれないですけれども、いやでも本当に、でもね、あちこちでね、ご縁はありますから。そうなんですよ。竹村君はこの間、そこが小松で一緒だったし、そうかそうか、そうですよ。で、西文ちゃんなんか僕の筋肉少女出てもらったりとか、そうですよ。大熊君もあれですよ、年末に顧問カフェで、はい、ね、いちいちもう稽古なしで稽古なしでセリフだけ覚えてきて本番をやるっていう、ね、とんでもない舞台でしたね。初めましての大先輩いっぱいいましたから、ね、でもほとんど挨拶をそこそこに始まって、ね、もう何やったら挨拶せんまま終わった人もいるっていう、ね、かもしれない。そのまま、うん、じゃあお疲れっつって年末、ね、ど年末やったんで、そう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 、みんな帰ったりしてたんで、大変でしたね。今思えばすごい伝説の公演でしたね。でしたね。天使だらけの傷あ、そうです、そうです、はい、そうです。まあそんなこんなで、でも今回は完全オリジナル。あ、そうですよね。しかも、あの去年の小獣に続いての、そうなんですよ、第2弾。まさか、あの、え、まさか呼んでもらえるとはそうなんですか。驚きでしたよ。石原さん、はい、この間ツイッターに書いてありましたけど、盾、うんうん、久々というか、いや、ほんとそうですよ。ちゃんと刀でやるのは、ほんとピースビットのスミス以来やと思います。スミスの時もでもこんなんじゃなかった。あ、僕は爪でしたけどね。僕は客席で見てましたけども、そうです、ね、僕は爪でしたね。よう考えたらそうですね。僕もこうでした。そうなんですよ。あ、じゃあ刀でいつ以来や。俺ほんと外は小町以来かもしれないすごい。20年ぶりぐらいかもしれないですよ。変な話ね。いやでもジャンガルは好きでしたから、当時は。いやでもすごいかっこいいですよ。いや嬉しいです、ありがとうございます。もうなんちゅうか、はい、昨日あのうちのね、若頭山本くんが、あ、はい、当時を見てて、うん、あ、見て、あ、そうだね、帰りに彼の車で帰ったんですけど、あ、はい、いや豪華ですね、ゲストさんの使い方がいや、まあ、まあやっぱ順番に出てくるじゃないですか。まあ、で最後の砦感があるじゃないですか。まあそうですね、ある意味だからストッパーじゃないですか。はいはい、もう抑えの藤川みたいなもん。もうそうですね。なんだソードバンクのサファテみたいな。いやー、例えがズバズバ出ますけど。でもセーブ王をね、狙わないといけないですから。ほんまに。そう。ここぞで来ますからね。だけにね、もう下手こけないじゃないですか。そうですね。散々みんながね、だから本当アンカーでしょ。そうなんですよ。もうこれ言うていいかな。大丈夫。まあ、だからみんながこうね、託したバトンを俺が最後もらって、ぶち切らんとダメじゃないですか。もう怖いですよ。これ本当あのね、うん、男性女性ゲスト含めて全部の、うん、あの、そうですよ、ドラストなんで。ドラストですよ。多分だから出たーって感じがしますよ。いつ出てくんやろうってなるんでしょうね。なりますね。きっとね。僕やったらなりますね。僕どっかで出ていい？ちょっと一瞬ちらって。そうですね。もうぐらいやってありますね。そういう隙もね。ね、俺なんかやっぱりなんかそわそわする。まあでも。いや、どうでしょう。絶対浮きます。浮くよね。浮くよね。周り結構若いっすよ。あのおっさん誰やねんってやっぱなるでしょうね。下手し10代もいますから。そうそう。あ、ほんま。
あ、出演者10代。川上くんは10代。あ、彼10代、はい、ウケてるね。そうか、はい、みんな22、3ぐらいに見えたけど。いやー、いやでもすごい。いやでもほんとアンサンブルの子らすごいっすわ。いやー、そうですか。いやー、まあ、あの劇団の若い子らもやけど、はい、みんな成長してるね。やっぱあの最初、うん、まあこれ10月の頭、うん、9月の末から稽古しだしたんですけど、はいはいはい、もうその時どないすんねんって感じの、もうこの、まあ、ヘピリ腰、もう木の棒を振ってる、はいはいはい、が、うん、やっぱ今日とかやって、うん、あ、うん、みんな上手くなってんねんなっていうのはね。いやいや、そうですよ。小銃で見たぐらいの動きをみんな、もうね、いやいや、まだまだ、あ、まあまあまあ、確かに確かに、まだもうちょいですね。そうですね。いやでも僕もこの間ちょっと早めに稽古来れた日があって、あ、はいはい、じゃあいつものを言って、まあ、竹村先生の師範のトレーニングから始まったわけですよ、はい、逆立ちとか、はいはいはい、なんか素振り何回とかさ、はいはい、いやもうほんと初心に帰って入門ですよ。入門しましたけど、まあ10、19と46が同じ立場で、でも女の子もやね、まあそうですね、だ男女区別なくみんな同じメニューをさせるというスパルタ鬼です。まさに鬼なんですよ。そう言いますけどね、はい、あれはトレーニングの鬼なんですけど、ね、一人鬼、一人鬼ですよ、ね、ある意味ね。いや本当でも、まあ、貴重な体験しました、ね、久しぶりに自分の体をいじめて、あ、俺まだいけるなっていう。探しもしたんですか。やりましたよ。あ、すげえ。全部やりましたよ。全部同じようにやりましたよ。クソしんどいですからね。しんどいですね。僕プル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 してました。側転は僕結構好きなんで、はい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 、側転は、あ、側転もやったね。ショッてやりましたね。そこはやりましたけどね。まあまあでも本当なんか嬉しいです。こうやって飛んだり跳ねたりで何かをしたい、でかつ気持ち乗せて、はいはい、そうですね。しかもね、やっぱ竹村君はすごいね。やっぱこの初銃も、うん、初銃もそうですけど、うん、真ん中に竹村っていう、はい、うん、シンガーって、まあ、かなりちゃんと上手いやつがいるから、まあ、うん、しっかり どうぶれても、まあ、まあまあまあね、あの作品のが担保されてる感は強いですね。いやいやいや、でもやっぱりね、そのあのプロレスみたいな感じなんですよ。そのあ、竹村 VS 大久保とか VS 川原とか、はいはい、まあ、VS 西文とかね、はいはい、まあ、VS 丸山とか、はいはい、いやそういうのがねすごくプロレス的で、なるほど、 G1 クライマックスのような例えがズバズバで、本命はもう岡田レインメーカーなんですよね。レインメーカーさんですよね、はいはいはい、G1 に野党。そうです。でもそこに、そうなんですよ。まあ、丸藤だったり。いろんなものが、俺、いろいろ重なりまして。すいません、すいません。まあまあ、長いね、長いね。はい、ちょっと詰めるなら。で、うん、そう、あの、久々の共演である三谷京子さん。あ、そうですよ。が、京子ちゃん。はい。前回のゲストであるゲストです。うんうん、あの、出てくださいまして、質問を1個、はい、もらっておりまして、あの、三谷さんが、はい、あのえ、これ答えないとダメなんですか。答えてほしいやつなんですけど。答えるんですね、わかりました。何だろう。いやいや、ぜひ答えてほしい。わかりました。僕的にも答えてほしいやつです。あ、なるほど、なんでしょう。あの、うん、初めてつけ麺を食べたのが正一兄さんから教えてもらった、うん、はいはいはい、そうですね。それがすごい美味しかった。あの天禄の群青っていうね、あの食べログで絶対 4.5 星になってる。めっちゃ高だからね、絶対並ぶんですよ。しかしいつやってるかわからないっていう、はい、かなり不定休なんで。でも入れたら本当ラッキーです。天禄の群青、群青で調べてください。で群青色の群、はい、それがまあだいぶ前やと、うん、そうですね、3年前、うん、この2016、はいはい、10月です。またちょっと一個おすすめのそういうラーメンつけ麺のお店をいただけないですか。そうですよね、僕もさっき川原君から聞いて、はいはい、ただ結構安定してるんですよ正直。もう僕のラーメンはやっぱりもう仕事にもなってるラーメン層、歴史を刻めっていうね、二郎系のもうデカ盛りのラーメンなんですけど、はいはい、でもそれはやっぱりもう、もうこれはもう当たり前なんで、はいはい、もう僕の中では、はいはい、でもラーメン層はいっぱいあるんで皆さん食べてください、はいはいね、ラーメン層歴史を刻め、はい、これが好きだから、地球規模で考えろ、地球規模で考える未来へね。あ、そうそうそう、ありますよ、夢を語れ、はい、ありますけど、はいはい、ちょっとアピンときました。最近って聞いて、はい、最近そうなんですよ。さあ、ナウです。ナウ、あの淡路に、僕家近所、はい、あ、今上新庄住んでるんですけど、はい、っていいんすか。いいと思いますよ、はいはい、全然あの辺自転車走ってます、はい、で淡路の駅の裏に、阪急の淡路駅の裏に猿之助商店っていう鳥系のポタポタの、スープの甘いのがあるんですよ。今お腹空いてるんでね。いいですね。非常に僕は今しんどいです ね、 そうですね。昨日3周年記念やったかな、なんかでめっちゃうまいのが出たらしいんですけど、まあ、鳥系なんですよ。でそこの店長が今まあもうちょっと退いて2代目がやってはるんですけど、その店長がまた新しい店を出したんですよ。ほう、これが、まあ、ちょっと離れるんですけど、まあ歩いて10分ぐらい離れたところに
阪急の踏切沿いに This is 中川っていうお店を出したんですよ。わ覚えやすい。 This is 中川、ね、でここ行ったんですよ、はい、そしたらその塩のめっちゃあっさりを出してるんですね、はいはい、であっさり出してて、あ確かに前も塩のあっさりやったんですけど、それをまあ固定メニューにして一人でやってるんですけど、そこのチャーシュー麺が、あのね、炙りチャーシューなんですけど、炙るんですよね、炙るなんかオーブンで炙って、それをこうあのイカのあの何あの、はいはいはい、十字に切るあれでしょ、はいはい、あれでちょっとシワつけて、はいはいはい、だからかなりなんていうのかな、レアチャーシューみたいな感じになってるんですよね。それがビッグス、こんぐらい、もう豚バラブロックみたいなのが目にドーン乗ってるんですよ。これがもうすげえかった。もうあのね、一応食べたんですけど、でもそれでチャーシュー乗せんかったら750円か80円やったんですけど、チャーシューのやつは1080円か100円です、はい、でもそんだけの値打ちはあって、まあうまいっすよ。 This is 中川。 This is 中川で、あとレアチャーシュー丼のレアチャーシューも、あのとでも、あローストビーフ丼だ、ローストビーフ丼、ローストビーフ丼最近ね、うまいとこでね、そうそうそう、あれも最高でしたね。ちょっと今、うん、This is 苦しいな、行くしかない、うん、行くしかない、行くしかない、ぜひ行ってほしいですね。行くしかない。淡路はチャリで全然行ける。これは猿之助商店の泡ポタですけどね、これが、これは淡路、これうまそう、うわうまそう、これうまそうでしょ、これね、猿之助商店、これは猿之助商店ですね。そうですね、いやでもうまいっすよ。言うて僕今日昼もつけ麺食べてきました。いや、やっぱり縦するとお腹減るじゃないですか。だからちょっとカロリーが、うん、やっぱ腹ごしらえしていかないかんとね。これ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 ですよ。うわ、こんな見たことないでしょ。すごいすごい。登り竜やん、もう。でしょ。うわ、そうドラゴン。あ、でこれ見て、これ店長さん。嫌がってこれですよ。なんじゃこれ。ちょっともう。すごいすごいすごい。これです。これ取るしかないでしょ。どうなったの。器の直径軽く超えてるでしょ。これ食べてみたいでしょ。うわ食べてーなー。 でこれがこれローストビーフ丼。あー食べてーなー。食べてでしょ。これぜひ京子ちゃんにもおすすめです。行くしかない、行くしかない。あ、ちょっと持ち上げてみた、持ち上げてみた、持ち上げてみた。これもうあれじゃないですか、あのグルメのレポーター、食品サンプルみたいな。そうそうそう、もうねこう湯気出てるみたいな。これですよ。 This is 中川、これちょっと極めてほしいですね。いやぜひ、淡路、ね、の近辺の方、ね、もしくは行かれることがある方は、そうですね、行ってみてください。まあ梅田から急行で10分なんで、あ、電車乗ってでも行く価値あるかもしれないですね。なるほど。というわけで、はい、京子さんぜひ行ってみてください。行ってみて、はい、ほんでですね、はいはい、一応もう終わりなんですけど。そうですよね、長いことをすみません、はい、一撃屋の動画日記を次また普通のやつ撮ると思うんで、うん、はいはい、よかったら一撃屋に何か質問を一つ、一撃屋に質問でもいいんですか。多分僕とか他のやつらと一緒に出ると思うんですけど、うんうん、なるほど。そうですね、一撃屋がもし映画を撮ることになったら、うん、はい、どの舞台を映画化したいですか。なるほど。どうも世の中にあふれるその舞台ですね。舞台、まあ舞台というか、そうですね、作品、そうですね、その作品、わかりました、映像で。だってもう、僕も、うん、まあ、やってますけど、竹村 も、はい、去年からね、作品を始めたんで、そうそうね、そういう脳みそはあると思います、うん、ちょっとじゃあ、うん、ぜひ竹村に聞こう、うん、あ、そうですね、2人ご一緒で、あ、そうですね、やっぱり一人鬼のね、今回、生みの親に、はい、もうある意味、藤子不二雄 F と A みたいな感じになってもうそうだ、そうだ、そうかな、 F だ、藤子不二雄 F で A だ、 F で A だ、確かに、うん、ある意味、ドーンって感じや、ね、うん、そうです、ね、いいですね、あ、じゃあ、ね、じゃあちょっと聞きます、はい、聞いてください、はい、じゃあ、ひとり鬼が、はい、もう始まるんですけれども、うん、31日月曜日の11時の回、追加公演、お、ね、これ平日の11時、はい、これがですね、我々の最もおすすめとするいい席がまだいっぱい残ってる回でございます。とはいえ、うん、徐々にやっぱ埋まってきていますの で、 ありがたいことで、よろしければお早めにご予約いただけると嬉しいです。そうですね、はい、一撃屋で検索したら多分すぐに出てくると思う、うん、一人鬼かな、うんうん、ドッキと呼ばれがちなんですけれども、ドッキね、はい、一人鬼で検索してもらったらすぐ出てくるかと思います。はい、はい、それではちょっと、ね、最後のゲストは、うん、うわ
石原翔一賞の石原翔一さんでございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。風邪ひかないように。いや我々本当に